メーションの常識を打ち破った本物の娯楽映画が登場した。サイボーグ009超銀河伝説。咲いてる劇映画をはるかにしのぐ興奮と感動の超 SF の世界。君らの旅立ち、イシュメール発進、発進、行かなきゃならない定めでも必ず帰る。今をときめく人気漫画家石森章太郎の原作をもとに全く新しい構想と驚異のアイデアを叩き込んで、おなじみサイボーグ戦士たちが地球の未来をかけて果てしない大宇宙の彼方へ旅立つ。不気味に迫る敵と戦うサイボーグ戦士たちの痛快なアドベンチャー。ゼロゼロない、私は悲しくも美しい愛、遥か宇宙の彼方にあるというボルテックスの謎とは。次々に襲い来る恐怖の敵、愛と勇気を持って平和のために戦うサイボーグ戦士たちの行く手に待ち構えるものは一体何か。そしてそこにどんなことが起こるのか。行き詰まるスリルと想像を絶する事件の連続。出来損ないのサイボーグどもめ、地球人類に作れるのはその程度のサイボーグか。壮大なスケールと最高の面白さ、あらゆる宇宙、あらゆる愛を超えたスペクタクルロマン。やばい、僕はここ戻ってきた。サイボーグ009超銀河伝説。